この番組は肌専門家吉田千春がお届けする美容情報はもちろん、こだわりを持ったゲストトークから魅力的な など情報を発信しております。本日は2016年9月9日高濃度水素美容メディティアの3周年が終わって、その後のご報告という形で皆様にお話を聞いていただけたらと思います。で、今回、高濃度水素美容メディティアのエグゼクティブ代理店のルチュナ斉藤恵子先生に来ていただいてます。お願いいたします。よろしくお願いします。終わりましたね。終わりました。長かったです。長かった長かったですか、はい、準備が ねそうですね、もう本当にね、いろんな盛りだくさんなことをしたいっていうのもあって、まあ、3周年という節目があったのでね、はい、いろいろ組み込んでいくとね、はい、変更があったりずれ込んだり相当率もね、はい、もうちょっと早くコンパクトにって感じだったのがね、はい、結構長引いてしまったりだとかでね、でも最終的にはピシャッと時間がね、さすがって思いました、ね、でしかも帰るお時間とかも前もって皆さんにお伝えしてたから、会場にもご迷惑かけることなくね、終わってよかったですね。本当よかったです。緊張司会ありがとうございました。噛んでばっかりで ね練習は何やったんやろ寝れませんって夜ねメール来てね、寝てくださいって一言返すって感じ冷たいだって寝たらいいやって感じ、ね、で、まあ、3周年ということでね、もう本当にたくさんの方にご愛顧いただいて、メディティアもねどんどん成長していってるっていう状態で、はい、まあ、そもそもメディティアできたのが、まあ、医療クリニックのところで出来上がったものだったんですけども、それを美容用という形でうちのリビュール用に作っていただいて、それが今全国発信という形で、今全国海外で74店舗ほどサロンさんに取り扱いしていただいてるんですけども、そこでねいっぱいいろんな、まあ、最後にねメッセージカード、はい、今日持ってくればよかった。あ、そうなんですね、私読んでないんです。あ、そっか、またお見せしますね、はい、もうねいっぱいいろんなこと書いていただいてて、全員来ていただいた方に帰るときにメディティアを使って一番嬉しかったことをメッセージ書いてくださいっていうのをね、メッセージ書いていただいたんですけども、もうね涙が出そうなことがいっぱい。そうなんですね、はい、書いてました。うん、一番印象に残ったのが、死ぬまで使い続けますなんか気持ちはわかります、ね、はい、私も手放せないですもんね、うん、はい、もうやっぱり敏感肌の方であったりだとか、アレルギー持っている方の救世主となるものだと私は思っているんですけども、はい、今まで何を使ってもダメだったりだとか、もうやっぱりどこかに頼るものがないっていうのがね不安だったのが、それで解消できたっていう声もすごく多かったりだとかで、サロンのお客様にももう本当に 100% リピートしていただいてるっていう言葉があったりだとかね、うん、嬉しかったですよ。見せてなかったですね、はい、あの時は本当に余裕がなくて余裕なかったね、わーって言ってわーって終わりましたもんね、はい、うん、で今回もね来ていただいて、もちろんお取り扱いのサロンさんメインと来ていただいてたんですけども、4社とあと先生と協賛っていう風な形でね来ていただいてて、で協賛者様のご紹介も今日はちょっとしていきたいなと思うんですけども、はい、いいですか。はい、わかりました、はい、いいですかね、はい、はい、いいですか。あ、CM でした、すいません、先に CM の方どうぞ。こちらの方から協賛者様のご紹介をしていきたいと思います。はい、はいはい、順番に、はい、会社名から言わせていただきます、はい、株式会社 UTP 様、はい、に、プラセンターですね、はい、水溶性のプラセンターの美容液を、はいはい、全員の方にプレゼントご用意いただきました。はい、で、株式会社ソエヒル様、はい、ソエヒルの社長様には、高濃度の水素サプリメントを皆様にご用意いただきました。はい、で、株式会社フェイスビューティー様、はい、フェイスビューティー様には、ラメラシリーズですね、活性酸素を生まないお化粧品の基礎シリーズ
を全ての方にご用意いただきました。はい、で、4社目ハリウッドエア大阪様です。はい、ハリウッドエア大阪様には、デモっていう形で、その場でエアブラシを使ってのメイクっていうのを技術披露をしていただきました。はい、で最後に、はい、最後に、毛髪学研究者関美容総合アカデミー代表日本予防医学美容科協会会長の関近義先生です。はい、関先生には、毛髪学者から見る、ル制圧、はい、あの頭蓋制圧療法ですねを作られた先生なんですけども、それをエステ用に作られたル制圧のお話を聞かせていただいたんですけども、もう本当にたくさんのメーカー様で、特に今回あの来ていただいた協賛していただいたメーカー様は私が昔からお付き合いのある方ばかりと、で実際うちが取り扱っているものを、来ていただいたという形でご紹介させていただいたんですね。で、あのその後お問い合わせがあったりだとかね、皆さん使ってみたいという方も多かったりだとかしたんですけども、やっぱりあのプレゼントがたくさんもらえたというのも嬉しかったみたいですね。そうですね、お得感が満載の、ね、ランチもかなり美味しかったようですし、そうみんな美味しいって言ってましたね。はい、で会場もまた素敵なところが ね使わせていただけたので、はい、良かったですよね。良かったです、うん、もうすごくいい空間でいい時間を過ごせたって言って、いい気が流れてましたね、ふわ、ってね、はい、うん、で、あの協賛していただいた皆様ありがとうございました。で、今回あの関先生に最後ね、ル制圧のお話を聞かせていただいたんですけども、結構釘付けでしたね。そうですね、ちょっと2回ほどもうご説明いただいてるんですよね、はい、うんうん、そうですね、番組にもね、はい、で初めて聞かれる方も多かったです、うん、私もこう横でメモを取りながら、そう撮影の時聞いてね、はい、見てましたもんね、はい、いや、うん、もうあの司会の時も横で撮ってましたそうなんですね、はい、そこの最中で帰りの時にね、はい、でやっぱりあの今までの経験30年間の実績っていうのがすごく持たれてるっていうのもあって、あのなんていうかな、反射区、はい、うん、足の裏にツボがあるように頭にも反射区があるって言われるんですけども、そこのポイントですね、制圧点と呼ばれるところを、静かな圧で、整えていくっていう手技をすることで体のバランスを整えていったりだとか、お肌のバランス、はい、で免疫機能であったり代謝機能、あと腸を整える、そういったものの、ね、効果があるそういった手技をエステ用に開発していただいて、でそれのご紹介というのをしていただいたんですけども、まあすごかったですね、皆さん釘付けでしたね、ねえ、はい、みんな真剣でトークなしみたいな、そう、あの死後なくなんか聞いてるって感じでしたね、はいはい、で私あのやっぱりずっと今お勉強させていただいてるんですけども、もう本当にこんな緩い圧、はい、静かな圧でこんなに結果が出るのっていうぐらいびっくりしてるんですけども、ね、私も体験させていただいて、そうですね、来ていただいて、はい、先生にも千先生にもやっていただいて、うん、どうですか受けた感覚。その日一日ね、なんかシャンとするんですよね、こう背筋をピューって引っ張ってもらってるというか、うんうん、自分の変なところに力入らず、こう、うん、背筋をピューってこう上からヒュッて引っ張ってもらってるような、うんうんうん、そうですよね、はい、ね、本当にそうなんですけども、頭をちゃんと整えてあげて脳脊髄液の流れを良くしてあげるだけで体のバランス、はい、筋がシューッと通るんですよ ね、うん、ねごめんなさい喉がで、それで体のバランスが自然と整うことで体の臓器であったりだとかそういったものが整っていく、でそうするとやっぱり自然とお肌もきれいになっていくしっていう形でね作っていけるんですよね。日々あんだけ自分が変な力入ってるっていうのが初めて感じました、はい、ね、はい、大丈夫ですか喉がはい、で、そういったねお話を聞いていて、で今回あのゲルマのジェルとかもね、はい、作っていただいて、そのゲルマのジェル自体も電子バランスっていうのを整えていくジェルっていうので、で、やっぱり体の機能を整えていくっていったら最終的にはミトコンドリアの活性ができてるかできてないか、たくさんの量がね生まれてそれがしっかり活動できてるのかできてないのか、でそれを安定させていくには電子のバランスを整えていきましょうっていうことになってくるんですけども、はい、そこまでのケアをしっかり見ていって、で、エステティシャン私たちにも、関先生が30年間やってきた技術を近いものっていうのができるようにっていう形でね、はい、今後広げていただくっていうのが、私の使命として今後ちょっと入ってきたんですけども、はい、もうやっぱりびっくりするんですよねやってて、
もうたくさんの方に今もうサロンでも受けていただいてるんですけども、これメインで行ったらっていう風にね、お客様からも言われたりだとか、はい、まあ、今後もね、措置をたくさんできる施術者を増やしていけたらなと思うんですけどもね、はい、でそういう風なぐらいやっぱりすごく注目していただいてる技術になっていくんじゃないかなっていう風に思ってます。はい、はい、私も思ってます。徐々に徐々にね、徐々に、あの、はい、無声圧に関してはね、結構比較的覚えるのも早いと思うんですよ。ただ頭蓋制圧療法に関してはもう本当に難しい。はい、はい、早くって言われるんですけど、はい、徐々に。そう、私もね、早く覚えていただいて早くやってほしい。せかすんですよね。せかしてはいないんですけどね、早くやってほしいんですよね。それがせかしてるんですかね。ね、で、あの、今回ね、あの、そのお話の中でもいろいろ聞かせていただいて、症例であったりだとかそういったものを見させていただいてね、お勉強になることがたくさんあったんですけども、はい、まあ、関先生のお話とかは、アーカイブとかでもこちらの番組で見ていただくこともできるので、そちらの方でまた詳しく見ていただけたらと思うんですけどね、はい、で、メディティア今回3周年で、はい、4年目迎えたんですけども、やっぱりこの一つの商品がずっとたった1個の商品が3年間も注目されるっていうのね、リニューアルも何もなく地道に、はい、はい、コツコツと、はい、で特に私のこだわりもあって、誰にでも売るっていうのはしたくなかったんですよね、はいはい、それも共通して恵子先生も思っていただいてたので、すごくあのいろいろお世話になってお手伝いしていただいてるんですけども、いつも勉強ばっかりしてい、いい経験をさせてもらいます。いい経験ですか。やっぱりね、あの、売ろうっていうか、あの、いろんな人に広げようと思って、いろんな方法があるのはね、はい、重々分かってるんですけども、たくさんいろんなとこからもお声いただけたりだとか、この間もテレビからもご連絡がいただいてね、そうですね、テレビショッピングとかそういったのにも出しませんかっていうご連絡いただいたんですけども、はい、基本もサロン専売品っていう形で、サロン様、もう特別なサロン様だけがお取り扱いできるものっていう風な形で、メディティアは今後もずっと育てていきたいなというふうに。そうですよね、だからいろんな こだわりの持ったサロンさんばっかりが集まってきてるんですよね。そうなんですね、パーティーでも来ていただいてて、お顔を皆さん見させていただいたら、やっぱりこだわりのあるサロンさんがあってね、あの、独特なオーラを持ってる方が多かったですね。そうですね、うん、全部のテーブルはちょっと回れなかったんですけど、はい、うん、あの、色っていうのはやっぱり皆さん、そうですね、はっきり、うん、お持ち で、ね、で特に感じたのが一匹狼的な人が多いですね。多いですね。あの、人とつるまないって感じ、うん、あの、人がいいって言ったからではなくて、うんうんうん、自分が本当に感じたから使ってるっていう方が多いんではないかなと思います、うん、ね、はい、で本当にあのサロン あのサロンワークのお話を聞いていったりだとか、内容を聞いててもすごいこだわってるなっていうのが ね勉強になりますね、はい、あ、そうやって使ってんねんやとかね、うん、あ、こういう風な主義をしててそこに組み込んでるのとかね、はい、いろいろお話を、逆にお勉強になることを聞かせていただけたり、ね、そういうことでまた半年に1回の勉強会にも、ね、うんうん、そういうのが入れていけれたらなとは。そうですよね、はい、一応メディティアのお取り扱いのサロン様に関して1年2回だけ全員集まってお勉強シェア会っていうふうな形でしてるんですけども、そのシェア会の中でも新しい発見がね、はい、あったりで、特に、このメディティアを取り扱っていただいているサロンのオーナーさん自身がアレルギーを持っているとか、うん、そうですね、多いですよね、キープ先生もそうでしたね。そうです、はい、何が良くなったんでしたっけ。私はあの、うん、第1回目の時出演させていただいた時には、うんうん、あの、鼻炎の話とかアレルギーをいっぱい持ってるので、うん、それが今一切お薬がなくなったっていうのがすっごい一番大きくて、毎日飲んでたんですもんね。毎日飲んでました、365日、うん、で月の20日間は頓服、うん、ね、頓服ってきついですもんね、はい、それがないと生活できないというか、もう鼻水ダーですか。そうです、くしゃみで出て運転ができないとか、うんうん、あの、どこも家から出れないとか、うーん、あの、買い物ができないとか。へー、スーパーって結構ね、古いエアコンやったりするんで、そのハウスダストでくしゃみがくしゅ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 って、ほこり、はい、じゃあホームセンターなんか行ったらもう最高、大好きなホームセンターが行けなくなるんですよ。ね、はい、ホームセンター1日入れるんですよね。入れますね、何日でも行けます。何日でもね、やっぱほこりっぽかったり木くずが飛んでたりとかするしね、うん、
だからそのために毎日飲んでたんですけど、うん、で手術ももちろんしたんですけど、はい、レーザーで、うんうんうん、でそれももちろん今は全くないのと、本当にお薬がないです。皮膚のお薬もないので、かゆみ止めとか、はい、そういったもの、虫刺されとかね、はい、あと炎症を抑えた時、炎症が出た時の鎮静剤的なものとか、はい、うん、そういったものもいらなくなっていきますよね。本当に救急箱に何も入ってない、うん、絆創膏とか最低限いるもの、うん、本当にそれが、シップすらもうないですもんね。うん、そうですね、私もシップもいらなくなった、はい、あと本当にあれ、痛み止めのお薬、そうですね、うん、物もなくなりましたね。鎮痛剤もないです、うん、ね、逆に息子が飲むぐらいで怒ってるぐらいですね、うん、怒ってるぐらい、はい、やめときって、はい、できたらこっちにしてやめときなんて、そんな可愛いもんじゃない、可愛くないんですかやめなさいと、あちゃんとか言ってそっちなんですね、はい、うん、でやっぱりその飲むことによっての、まあ、飲まないといけない病気の時は絶対ね、はい、お薬は必要なんですけども、うん、痛み止めとか、あと風邪引き気味やから飲んでるとか、そうです、ね、引きそうやから飲むとか、うん、逆に免疫が下がったりとかもするので、そこはちょっと自分の知識をちょっとだけ上げていただくとね、はい、なんで飲んだらいけないのかっていうのは理解できるようになってくるので、ね、うん、はい、ね、そこでそれに変わるものっていうので、水素のサプリメントであったりだとか、ミディティアであったりだとか、はい、そういったのを使うことで痛みが緩和できたりだとかね、アレルギー的なものが抑えられたりだとかね、していくんですよね。メディティアだけでほぼほぼ OK みたいな感じですね、うんうんうん、私よういろんなとこで打つじゃないですか、打ち身作ってくれるじゃないですか怪我したりとか擦り傷作ったりとかね、はい、もう全部それメディティアでね、もうすぐ塗っといたらっていう感じでね、はい、何でもメディティアでいいんじゃないみたいな、はい、一応ね、はい、それでね抑えていくって感じで、はい、なぜならその時考えましょう、そうそうそう、はい、なんか違う方法をっていうふうな感じでね、はい、まずはっていうのでね、はい、一回これやってって、なんかこの間も赤ちゃんのおむつかぶれのお客様なんかも、湿疹ができた子、お尻ちょっとチュチュチュって塗っといたりとか、シュッと引いたとかってね、だからもう本当にちっちゃな赤ちゃんからお年寄りまで年齢関係なくたくさんの方に使っていただける、乳児湿疹にもすごいいいですけどね。なるほど、ベタ真っ赤っかになる子がいてるので、うん、赤ちゃんのほっぺポーとなるやつ、はい、うん、真っ赤っかになって痛くなるので、あ、そうなんですね、でもちょっとこう抑えてあげるだけで機嫌よく寝てくれたりとか、それはいいですね、ギャーってならなくていい、イライラしてね、かき合ったりするので ね、うん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 、ね、かくとまたそこ炎症を起こしてってなってくるのをね、はい、抑えてくれたり、まあ、そういう使い方もあるんですね、はい、うん、で、まあ、やっぱりそういう風に一つの商品でいろんなことにオールマイティに使っていただけるっていうのもすごく魅力的なので、長く愛していただいて、でまた取扱いサロン様にはそこからの発信でね、はい、もうすごく感謝としか言えないですけど ね、またこんなにいいサロンさんばっかりよく集まったなとね、はい、ね、悪いサロンとは言わないけども、はい、取り扱っていただきたくないなとか思うとかは近寄ってこないですもんね。そうですね、逆にね、来ないです ね、 ね、はい、そういうオーラ出してるんですかね、来るなっていうオーラ、なんでしょうなんかこの人はどうやって商品を使ってはるんかなっていうのを見てると、うん、この人は無理なんかなと思うと本当に来ないんで、ね、はい、最初はーっと説明に来てもそこからは続かなかったりとかね、はい、したりとかされるとかもあったりね、はい、うん、だからもう本当にお客様対のサロン様っていうか、すごく大切にされてるなっていうサロン様はすごく伸びてきてる。そうですね、うん、本当に遠くからでも私のサロンにまで来てくれはる方もいてるので、うん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 、やっぱりそのメディティアっていうだけでの、うん、力はすごい、力はすごい、はい、本当にね、それがゆっくりゆっくりでいいので、もう本当にこだわっているサロン様に今後もちょっと広めていけたらなっていうのがね、はい、思いますね、はい、で一応今の段階ではうちのサロンか大阪、はい、いつも住所忘れるんですよね、城東区、ね、城東区、はいはい、城東区の、ルチナさん、はい、サロンさんで一応初回の導入のお勉強っていうのは受けていただいてから、はい、サロンでお取り扱いっていうのがスタートにできるようになるんですけども、はい、一応今後の展開としてこの間ねちょっとミーティングしてた中で、はい、各サロン様のところで、お勉強会っていうのもね、そうですね、はい、うん、できたらなっていうのをお話してて、はい、でそこに直接私たちが行ってそこで、レクチャーできるように今後していこうかなと思ってます ね、 そうですね、だんだん大阪の、ね、周辺はたくさん持ってきてくれてはるんですけど、はい、やっぱりまだまだ遠くてっていう方のお問い合わせもやっぱ入ってくるので、そうなんですよね、一、うん、お客様にもやっぱり手の届く位置に持っていきたいなっていうのがあるので、うんうんうん、どんどんちょっと地方の方にも、そうですね、はい、
頑張りましょう。頑張りましょう。はい、でこの間もね、東京のサロンのオーナーさんとお話してたんですけども、はい、実はね、関東、東京、はい、あのエリア、今1店舗しかないんですよ。そうなんですか。そう、サロンがね、はい、あ、そうなんていうのをすごいみんなに言われたんですよ。はい、ね、じゃあ東京に行きましょう。はい、行きましょうかね。巡業に。はい。ね、それをあ、そうかとか思いながらね、はい、うん、で特に西日本ってどっちかって多いんですよね。そうですよね、うん、岡山、九州、四国とかは結構取り扱い多かったりするんですけども、はい、上ですね、東京とか、うん、あっちの上の方になってくると、まあ、関西発信になってくるのでね、はい、なかなか、そこまで行けないというのもあるんですけども、今回ちょっとね、そっち方面でたくさんの方でいろいろ発信できたらなというふうに思ってます。はい、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。で一応今回ね、メディティアの3周年の記念というふうな形でキャンペーンを行って、ベスト3、売上ベスト3が、はいはい、誕生しました。はい、でこちらの写真3名の方なんですけども、はい、まず1位の方、はい、お願いします。はい、はい、岡山県のビューティーさんです。はい、小倉涼子さんですね。はい、はい、また、次回ですかね。そうですね、来週は小倉さんのお話をちょっと聞いていこうかなと、ね、これも楽しみです ね。結構パワーのある方なので、どういう内容になるのか、ね、私も今から楽しみです。取り扱う自体はそん一年経ってないですよね。今年の春だから、はい、5、6、7、8、9、5ヶ月、4ヶ月ぐらいですよね。怒涛のようにしょっちゅう ご連絡いただいたり、はい、ね、毎週のように発送してたような気がします。はい、でやっぱりサロンのワークであったりだとか、お客様のフォローがすごい素晴らしいなっていうのが、そうですね、すごく愛を感じる人で、うんうんうん、伝わってきましたね。私にも愛を求めるんですよ。求めるんですか。逆に求められてるんですね。はい、どうしようみたいな。ね、で2位の方が、はいはい、名古屋、愛知県の名古屋の、堺の方かな、うん、はい、ビューティーキュアサロン、うん、アールブランさんです。ね、津永梨沙さんですね。はい、これは去年のね。そうですね、入賞されてまして、そう2年連続受賞されているっていう風な形で、ね、はい、初ですよね、お一人初めてですよね、はい、2年連続っていうのはね、うん、そう、はい、ね、2年間もうやっぱり 100%っていうのがね、目標とされて、はい、たくさんのお客様にお話していただいている。なので翌々週に梨沙さん、そうですね、はい、来ていただいてお話を聞こうかなと思ってます。でもアブアンさんも、うん、多分去年の6月ぐらいなんで1年ちょ半あるかないかぐらいなんですよね。そうですよね、はい、短期間でぐいっともうすごいですよね。愛してくださってるのがすごくわかりますよね。本当に好きすぎてって言ってくれるので嬉しいですね。はい、ね、で第3位が、はい、京都府、京都市なんですかね、うん、ですかね、はい、はい、フェアリーさんです。斉、うん、藤先生なんですけど、斉、はい、藤さんがね、今回出るのが恥ずかしいね、せっかくなんでって ねお話聞きたかったんですけど、ね、もう本当にフェアリーさんは特にまだ使い出して本当3ヶ月、4ヶ月ぐらい、もう短期間の方のサロンさんなんですけども、もう本当にぐっと急成長していただいて、第3位っていう風な形で取っていただきましたね。はい、ね、はい、でまた皆さん3人並ばれるとすごいべっぴんさん揃い、そうなんですよね、かわいい綺麗どころが並んだって感じ、近寄れないとか、そう、ね、でまたみんなお肌が綺麗んですよね。はい、うん、やっぱ嬉しいなっていうのがあって ね皆さんちょうど年度も近いんですかね、はい、大体同じぐらいっぽいですよ ね、うん、でまた来年、2017年度の毎年9月9日周年っていう風な形で、はい、まあ、今回ほど大きなことはできないかもしれないですけど ね、 そうですね、ちょっと時間置きましょう ね、はい、で勉強会は2年に1回、もう今度は2月、じゃあ半年に、はい、半年に1回、2月ぐらい、2月ですね、すると思います、はいはい、では今週もご覧いただきありがとうございます、はい、ではこの後は CM の後は近藤よしみさんのコーナーになります。では CM の方どうぞ。スタジオセブンカラー、駅近でアクセス超便利な多目的レンタルスタジオ、歌やピアノのレッスン、会議、懇親会などなど、壁一面鏡張り、ピアノ音響設備も常備で、さまざまなご利用に対応。地下鉄御堂筋線西中島南方駅から徒歩30秒、入会金年会費は無料、さらに備え付け設備がなんと0円で利用可能。お問い合わせはこちらまで。ホームページはスタジオセブンカラーズで検索、スタジオセブンカラーズ。皆様こんにちは、ナースよしみの体の秘密、綺麗の秘訣の近藤よしみです。第34回目は30回目の施術についてお話しさせていただきます。30回目は338日目となります。光のお手入れをしてもらってから
その後のお肌の調子がとっても良くなりました。赤みもほとんどなくなりました。生理前だったのですが、トラブルもほとんどありませんでした。お正月以来久しぶりに会った母親が、さらに綺麗になっているねって喜んでくれて本当に嬉しかったです。母親と自信を持って会える日がこんなにも早く来るなんて思ってもみなかったので本当に感謝しています。前回初めて光のお手入れをしてもらってから、さらにお肌の調子も良くなりました。赤みも随分引いてきて、思ったニキビもなくなりました。なんといっても手触りが違うのです。頬も赤みが引いて白いお肌に生まれ変わっています。顎も赤みが引いて、こもったニキビもできにくくなりました。お鼻のニキビも減っています。本当に嬉しい限りです。では今回のワンポイントアドバイス、今回は便秘についてお話しさせていただきます。前回はお肌と腸はつながっているとお話ししましたが、便秘はとっても良くないのです。便秘になると吹き出物が出た経験が皆さんにもあるんじゃないかと思います。その理由は、本来なら体にとっていらないものは便としてデトックスさせるのですが、便秘でどこにもデトックスできないとなると、デトックス臓器である皮膚から排泄させられるのです。ですから便秘がある方にはぜひ改善してもらいたいのです。そのためには、発酵食品を摂る、お野菜を食べる、食物繊維のものをいただく、適度な運動をすることをお勧めします。また腹式呼吸をすることによってマッサージ効果も得られますし、深呼吸をすることによって自律神経の副交感神経モードにしてくれます。副交感神経が優位になると排泄モードになるので、ぜひ試してみてくださいね。ではまた来週。はい、今回の近藤よしみさんのお肌も生理前なのにね、結構落ち着いてきたっていう風に喜んでいただいてました。今回の、パーティーでも近藤よしみさん乾杯していただいたんですけど、涙がちょんちょんちょんって出そうなぐらい感動しましたね。ね、楽しい乾杯となりました、はい、ではまた来週もお会いいたしましょう。また来週。